アザラシたちの登場です。まずは登っていきまして滑り台を頑張ります。先頭はペコちゃんです。続いてマコちゃんです。はい、どんどん行きます。3番目はジャイコちゃんです。続いて萌ちゃんです。本日はこの4頭のゴマフアザラシが超頑張ります。はい、このアザラシショーではこちらのマコちゃん、セイコちゃんチームと隣の萌ちゃん、ジャイコちゃんチームで道具を使った対決を行います。最後にはどっちのチームが良かったかお客様に拍手で判定をしていただきますのでよろしくお願いします。お願いします。それではまず最初に準備運動のでんぐり返しからいきましょう。はい、アザラシのでんぐり返しは縦ではなく横に回ります。はい、それでは4頭揃っていきますよ。はい、それいいですね。いいですね。ご覧のようにアザラシたちは丸太のような丸い体型をしていますので横には上手に転がることができます。はい、ではアザラシたちこの動き得意なのでどんどんいきますよ。はい、順調ですね。でもですね、あまり回ると目が回りますからね。はい、これぐらいにしておきたいと思います。はい、よくできました。よくできました。これで準備運動バッチリですね。はい、一応アザラシたちがダイエットに戻りましたらいよいよ道具を使った対決を行います。それでは早速1回戦目にしたいと思います。最初はこれを使います。ボール対決いきます。はい、ボール対決です。はい、じゃあボール対決こちらが先行でいきます。ペコちゃんいきますからね。はい、じゃあまず水の中に入ります。さあ、そしてこの辺りで、はい、ボールはね、はい、頑張って。ここではアザラシの泳ぎ方にご注目です。アザラシは後ろ足を左右に振って泳ぎます。ですので前足でこのようにボールを持っている状態でも上手に泳ぐことができるんです。またこの間息を止めたままで大体10分間くらい息を止めておくことができます。うまいところもしっかり泳ぎましたね。いや、真面目ですね。はい、最後まで泳ぎますからね。はい、最後です。はい、よくできました。よくできました。じゃあ、セコちゃん、使ったボールのお片付けまでしてもらいます。はい、持ってきてくれました。いや、上手な泳ぎでしたね。はい、はい、じゃあこちらのチームからは萌ちゃんが頑張ります。萌ちゃんにはベテランならではな豪快な種目キャッチボールを披露してもらいます。はい、じゃあ萌ちゃんこっちだよ。はい、じゃあ萌ちゃんこっちに来てください。はい、じゃあ萌ちゃんこの辺で仰向けになります。はい、では今日は少し距離を取ってここから行きます。萌ちゃん準備いいかな。良さそうですね。良さそうですね。はい、じゃあ行きますよ。はい、それどこだ。よーし、いや、萌ちゃんナイスキャッチですね。はい、じゃあかなり安定感のあるキャッチですかね。そうですね、ベテランですからね。はい、はい、じゃあこの勢いで2回戦目いきます。はい、続いては道具を変えてこちらのリング対決です。はい、リング対決いきます。じゃあこちらのチーム2頭揃って頑張ります。はい、じゃあまず台から落ちて仰向けになります。はい、ではこちらのリングをアザラシたち短い前足でしっかりと掴みますからね。かわいいですね。いや、かわいいですね。はい、じゃあジャイコちゃんにも持ってもらいましょう。あれ、ジャイコちゃん、あれ、ジャイコちゃん全然持ってないですね。どうしたのかな、やる気ないもんね。全く動かないからね。いや、困りましたね。はい、実はジャイコちゃんのためにもう一個リング用意してあります。大きいですね。大きいですね。さあどうでしょうか。はい、持ちましたね。はい、はい、でこのリング持つだけではありません。今からかぶります。いきますよ。それ、よくできました。いや、非常に可愛らしかったですね。はい、確かに可愛かったですね。はい、でもですね、ちょっとあまり豪快さはないようにも見えましたね。そうですか。はい、これはね、勝負ですので、こちらね、もっと派手にいきたいと思います。これからこちらのチームが行う種目は輪投げです。はい、じゃあね、まこちゃんがいきます。じゃあまこちゃん、まずはここから水の中に入ります。はい、距離を取ります。この5本の輪っか首にかけて取ってもらいます。
さあ、いきますよ。1本目、いいですね。いいですね。はい。うん。惜しかったですね。ちょっと早すぎますね。そうですね。どうしますか？もう一度やりますか？そうですね。今のね、練習ですからね。そうだ。あんまり近いからやります。はい。さあ、いきますよ。多分ご飯の分かってますか？はい。1本目、いいですね。はい。2、3、4、5。はい、やってきました。よくできました。ありがとうございます。どうですか、大技決まりましたね。いや、盛り上がってましたね。はい、はい、ではなかなかいい勝負だと思いますが、次はいよいよ最後の種目になります。はい、最後はこちらのターゲットを使ったジャンプ対決です。はい、ジャンプ対決いきましょう。こちらのチーム、ジャイコちゃんが頑張ります。はい、じゃあこちらはね、もう一度マコちゃんがいきます。はい、最後は直接対決なのでジャンプの高さで対決します。はい、こちらのチーム、どのくらいの高さ飛びますか？マコちゃんで、ね、しっかりと練習してきますね。はい、高さ、ここにします。そこですね、はい、わかりました。ジャイコちゃん、もっと高く飛びます。変えます。ここにします。上げますね、結構、はい、いきますよ。いきます。それ、それ頑張って。どうかな。はい、よくできます。よくできます。ありがとうございます。いやすごいジャンプでしたね。ジャイコちゃん、すごいジャンプでしたけれども、はい、下げてますよね。バレてますね。はい、高さ下げました。すいませんでした。じゃあそちらの反則待ちということでいいでしょうか。じゃあこれからね、皆さんにお聞きしたいのはね、全種目での総合判定ですからね。じゃあ早速聞いてみたいと思います。こちらのまこちゃん、せいごちゃんチームの方が良かったと思う方、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではこちらのジャイコちゃん、モエちゃんチームのが良かったよって方、拍手お願いします。ありがとうございます。これはもう勝ちました。勝ちですね。はい、はい、でこちらのチーム勝ちましたので、最後喜びのポーズを取ります。いきますよ。バンザーイ。ありがとうございます。いや、最後もしっかり決めましたね。はい、今回はですね、負けてしまいましたけれども、しっかり練習をして次回こそ勝ちたいと思います。はい、じゃあ最後は新しさからお別れのご挨拶です。はい、それでは最後は4頭揃ってお腹を向けてのご挨拶です。はい、皆さん、さようなら。さようなら。以上でアザラシのショーを終了いたします。続きまして、隣のステージでペンギンのショーを行いますので、どうぞこちらもご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。